それでは、津軽家の紹介、津軽の武士ら内政、外交編を始めていきましょう。前回までの動画を見ていない方は、概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらの動画をご視聴ください。さて前回は関ヶ原の戦いにおける津軽家の動向、及びための武士後に発生したお家騒動大隈事件を紹介しました。一族の中で東軍と西軍に分かれるも、その後幕府からは何のお咎めもなく、両派ともに津軽家に仕え続けていたのが偉大だったな。津軽の武武も一歩間違えば、真田正幸や真田の武重のようになっていたかもしれませんからね。しかし、東軍側で活躍した津軽家家臣、紺野信則が8年後に大隈事件で粛清されてしまったのが、なんとも悲しかったですね。ある意味、大隈や津軽武宏よりも悲惨な末路をたどった人物とも言えるが。でも、大隈事件を制して藩主となった津軽信平は名君という話でしたし、彼の活躍も気になりますね。というわけで今回は、弘前城を完成させた津軽藩第二代当主、津軽信平による藩領統治について紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さて、信平は天正14年1586年3月21日、津軽為信の三男として生まれました。時系の信秀は慶長2年1597年29歳の若さでこの世を去ったものの、長系の津軽信武は健在であり、このまま行けば、信武の補佐役として生涯を終える、はずでした。関ヶ原の戦いでは東軍側として美濃まで赴き戦闘に参加するなど、活躍はしていたようですけどね。しかし、慶長12年1607年に父為信と長兄信武が相次いでこの世を去ると、後継者をめぐって争いが起こりました。これを津軽騒動または大隈事件と言います。詳しい内容は、前回の動画を見ておくれ。そして幕府との強いつながりを利用して大隈事件を制した信平は、反抗する家臣たちを次々と粛清し、津軽藩第二代藩主となりました。さて、藩主となった信平は内政において様々な功績を挙げることになりますが、まず特筆すべきは、なんといっても弘前城の築城でしょう。桜の名所として有名な、あの弘前城ですね。江戸時代以来の天守閣が残る12の城の一つとしても有名ですよね。はい。私も大学時代は弘前に住んでおり、毎年ゴールデンウィークの前後にはサークルのお花見を弘前城でやっておりました。と入っても、築城当時は桜の木が植えられていたわけではなく、天守閣も今とは形も場所も全然違ったのですが。そうなのか。まず弘前城は信平が藩主になるよりも前、為信がまだ存命であった慶長8年1603年から計画が練られていました。もともと為信時代の津軽家の本拠地は堀越城にあったのですが、この地は洪水の被害にたびたび遭うというデメリットがありました。何しろ高低差がほぼない平野のど真ん中に城があったわけですからね。そこで為信は岩木川と土淵川に挟まれた高岡の地に城を築き、移住することを決めました。洪水のせいで内政が滞っていたら一大事ですからね。しかし為信存命中は城下町が一部形成されるにとどまり、城そのものについては全く手がつけられていない状態でした。結局、城本体の建築許可が幕府から認められたのは信平が当主となってから1年半近くが経過した慶長14年1609年4月15日。現場で築城が始まったのは慶長15年1610年2月のことでした。本拠地となる城を築くには、入念な準備が必要ですからね。築城に際しては、江戸からも技術者や大工が数百人単位で呼び寄せられ、材料に関しても、大浦城や大工事城など領内の城をいくつか破却し、それらの城で使われていた木材などを流用する形が取られ、結果、1年3ヶ月という異例のペースで城は完成しました。当時の技術力を考えたら、とてつもない速さで完成したんだな。なお、完成当時の城は5層の天守閣を有しており、正面は北北西を向いておりました。現在の天守閣は確か西北西を向いていて、
3層構造でしたよね。2023年1月時点では、2015年から行われている石垣修理事業の関係で一時的に別の場所に移されていますが、実は5層の天守閣は城が完成してからわずか16年後の寛永4年1627年、落雷によって焼け落ちてしまいました。そんな。しかし、当時日本の町で一番高い建物といえば大体はお城の天守閣でしたし、雷を呼びやすいその構造から、落雷で天守閣が焼け落ちてなくなった話はちょくちょく聞きますよね。え、さあ今の弘前城の天守閣は一体？今の天守閣は江戸時代後期の文化7年1810年、矢倉改築という名目で建てられたものになっています。なので1810年から幕末まで、公式には天守閣ではなく、改造された矢倉でした。なるほど。天守閣にしては本丸の隅にあるから変だなとは思っていましたが、そういうことだったのですか。なお、私は大学時代に引き屋工事のイベントで、天守閣を他の観光客と一緒に引くという体験をさせてもらいました。いやあ、天守閣の引き屋体験、楽しかったですなー。えいやっさーえいやっさー。リズム柴田にずるいぞ。なぜ私たちも呼ばない。いやいやお姉ちゃん。2015年といえば私たちまだ世に出てないから。まあ、2025年頃には石垣修理事業も終わるみたいですし、その時にまた引き合イベントが行われますよ。きっと。なお弘前城完成後間もなく、堀越城から信平や家臣団、町人たちの移住が行われ、4年後の慶長20年1615年に一国一城令が幕府から出されると、堀越城を含む他の城は全て破却されました。なお完成時点ではこの城は高岡城と呼ばれており、弘前城に改名されたのは、完成から17年が経った寛永5年1628年8月20日となります。天守閣が焼け落ちた翌年ですね。そもそも高岡から弘前への改名は、天守閣が焼け落ちたことを受けて、魔除けの意味で行われたと言われています。さて、信平の功績としては他に、青森港の開港と領内の新田開発、久保田藩との境目の確定が挙げられます。それまで津軽領内には海上交易の拠点として、深浦、鰺ヶ沢、土佐、油川などの港がありましたが、これに加えて陸奥湾内の新たな交易拠点として、宇都、現在の青森市市街地に港町を建設しました。さらに青森を発展させるべく、信平は青森へ移住した人々に10年間税を徴収しないことを約束し、建築資材を無償で与えるなど、様々な優遇処置を行いました。青森の町を発展させるべく、信平も大盤振る舞いをしたんだな。しかし地図を見てみると、油川と青森はそれほど距離が離れていないように見えるが、なぜこの地に新しい港町を建設したんだい。これについては、当時多くの利権を持っていた油川を拠点とする商人たちの影響を排除するためだと言われています。津軽藩にとって抵抗勢力となりかねない彼らの力をそごうとしたんですね。あと、これはあまり知られていないお話ですが、為信が外ヶ浜や西浜を攻略した際、南部家家臣や波岡家旧臣だけではなく、現地のアイヌも為信の軍勢に抵抗したと言われています。そしてその抵抗の原動力となったのが、蝦夷地のアイヌとの交易で得た財力でした。おお、ここでウタリが登場するとは。そこで信平は領内のアイヌと蝦夷地のアイヌを引き離すべく、青森を交易の一大拠点とし交易の統制を図ったと言われています。ウタリ、受難の時代。しかり待つ。しっかりするんだ。また信平の代から津軽藩は領内の新田開発とそれに伴う用水路の建設に力を入れ、津軽が米どころとなる基礎が築かれていきました。さらに津軽藩と隣接する久保田藩との間でも境界線をどこに置くのかという協議が元和4年1618年に行われ、津軽藩の領域が確定しました。この際、矢立峠に怒りが関という関所が置かれたのですが、この怒りが関は東北でキリスト教の布教活動を行っていた宣教師ディエゴ・カルバヨから、日本の関所の中で最も通ることが難しい場所の一つ。と評されるほど、取り締まりの厳しい関所として知られています。こんな日本の果てと読めそうなところに、そんな関所があったんですね。おそらく、
津軽藩が北方の要として重要視されていたことの表れでしょうね。今となっては温泉地となっていますけどね。またこの時確定した境界線はそのまま現在の青森県と秋田県の県境の大部分を成しています。信平もまた名君と呼ぶにふさわしい活躍を見せていたんだな。アイヌに対する扱いには納得いきませんけどね。まあまあ。一方家督相続後の信平は戦とは縁遠い生活を送っており、慶長19年1614年と慶長20年1615年にかけて行われた大阪の陣では、東北関東の大名たちが徳川軍として参陣する中、信平は家康から江戸に留まるよう命令され、一度も戦場に赴くことはありませんでした。そして大阪の陣が徳川軍の勝利に終わり太平の世が訪れたため、信平は二度と鎧兜に身を包むことはなく、大阪の陣から16年後の寛永8年1631年1月14日江戸の津軽藩邸にてこの世を去りました。享年46。というわけで今回はここまでとします。というわけで今回は信平期における津軽藩の内政と外交について取り上げました。家督相続で大隈と揉めた信平だったが、二代目藩主として着々と津軽藩の地固めをしていったという感じだな。桜で有名な弘前城が為信ではなく信平の時代に完成したというのがすごく意外でした。しかし津軽のアイヌにとっては受難の始まりとも言える時代でしたね。個人の感想です。しかし戦国時代の終わりを飾る大阪の陣で出陣できなかったのは信平としても残念だっただろうな。関ヶ原の戦いでは活躍していただけに、参陣していたらどんな働きを見せていたのだろうと考えてしまいますね。そして大阪の陣が終わったということは、この津軽家紹介シリーズも終盤でしょうかね。はい、さて次回はいよいよ津軽家最終章、信平と二人の妻、辰姫と待姫の話を紹介します。